お疲れ様です。今回の動画は H2 クラブ新年会1月27日に、皆さんね関わってくださった方へのお礼でございます。まあ、というのもね、私速稼塾の久保代表としましてね、私の身代わりとしてですね、億万長者を目指している現在生活保護受給者の品田直彦さんがね、こちらの方に勇気を持って参加してくださいました。で、その感想と興奮のメッセージがね、私の方にメールで送られてきたんですけども、やっぱりね、私が言ったと同じような感動を、そして学びをですね、持って帰ってきてくれたなと思っております。いや、今回の私ね、本当に自分も行くべきかなと思ったんですけども、違うと。私があえて行かないことによって品田さんに開く新しい目があるんじゃないかなと思っていたんですよね。で、それでやっぱりね、小野田さんと広瀬さんのアテンドが最高で、私の想像した通りのことをやってくれたなと思いましたし、想像以上の効果をもたらしたなと思いました。この新年会によって品田さん大きく飛躍をしたんじゃないかなと思いますし、さまざまなね手がかりを掴んでくれたんではないかなと思っております。それから品田さんね、本当にお疲れ様でした。4時間あっという間だったでしょう。そして多分ね、こういった場に出ることがまさに自分のこれからの非常識な成功をつかむための大事な一歩だってことに気づいたんじゃないかなと思います。またですね、飛行機で駆けつけてくれたサッチ、本当に、ね、サッチがいてくれたから品田さんをはじめとするこの H2 クラブの新年会が成功したんじゃないかなというふうにも思っております。本当にね、サッチにはこれから、まあ、いろんな形でねお願いすることもあると思うんですけども、頼りになる方だなと思っております。ズバリ言っちゃってくださいね。それから改めてなんですけども、 H2 クラブに参加していただいた皆さん、あの品田さんが降臨したということでね、まさに神の降臨、新年会になったんじゃないかなと思います。今ね、やっぱりこう生活保護っていうのはものすごく身近になったんですよ。というのが、私たちロスゼネ世代を中心に生活保護なんて自分には全く関係ない世界かなと思った人がやっぱりね、受給されてるんですよね。まあ、中にはね、20代とか30代で受給されて、ちょっとした腰掛けのつもりだったんだけども、気がついたらそのまま50代って方も結構いらっしゃって、私もこういったお金に関する放送をしている手前ですね、多くのそういった生活保護受給者の方からご連絡いただくんですよ。で、私は生活保護を受給したことはないんですけども、もしかしたらそうなるかもなっていうふうな覚悟はやっぱり30代の中頃からずっとあったんですよね。だからこそ私は挑戦に打って出ることができたとも言えるかもしれません。というのが、どんなひどい目にあっても、どんなにボロクソの失敗をしても、どんなに這いつくばっても、最後は生活保護で自分の体制を立て直すことができるし、それで最終的にはね、不自由かもしれないけども生活保護で生きていくことはできるんだろうなと思ったんですよ。だから思い切って勝負に出ることができました。その結果、私は3000万以上の借金を抱えることになったんですけども、今思えばね、生活保護を受給されている方で借金を3000万抱えることはできなかったじゃないかなと思うところで、まあ一つね、生活保護に陥る以上の私は腹が据わったなっていう気もしますね。ただ今はやっぱり家族を抱えてますんでね、家族に借金を負わすことはできないなっていう中で、また新たなモチベーションが出ました。で、私のことばかり話してもしょうがないんですけども、今回の H2 クラブにね参加された皆さんに改めてお礼を言いたいなっていうことと、ますますね、この H2 クラブをはじめとしたこれからなんとか人生をやり直そうと思っている方に、人生をやり直した私からね、数々のメッセージが送れるんじゃないかなと思いますし、実際に品田さんは生活保護を受給されてもう長いわけですけども、でもここからね、億っていう金額を目指してるわけですよ、ね、最後のまとめになりますけども、夢ですよね、夢、そして希望、これを失ってほしくないなと思います。50代になってくると、どうしても人は夢を見ることをやめてしまいます。現実に打ちひしがれたからですよ。でもやっぱり私たちは幼い頃にみんな夢を持ったと思うんですよ。パイロットになりたいとかね、野球選手になりたいとか、芸能人になりたいとか、警察官になりたいとか、さまざまな夢を持っていました。その時にはいくらいくら稼ぎたいなんていうことじゃなくて、これになりたい、あれになりたいという自分ではない別の自分になろうとしたはずなんですよ。それは今からでもできるんじゃないかなと思います。繰り返し私の口から言ってすごく恐縮なんですけども、私は格闘家になることができました。
去年いきなりちょうどこの時期にキックボクシングを始めたんですよ。そして2023年に始めて、その年のうちにリングに登ることができて、私のチケットをね、二十数名の方が買ってくれました。もうプロと同じだと思っています。で、試合の結果はまあ散々だったんですけども、でも最後まで皆さんを楽しませることもできたんじゃないかなと思いますし、そしてですね、なんとね、私がね、公式の動画にちょっとピックアップされててね、ちょっと笑ってしまったところもあったんですけども、やれば何かができるってことですよね。夢を追いかけて、その夢がもしね、掴めなくても、その夢に向かったっていう現実は自分の人生に確かなものだったと思うんですよ。私も世界チャンピオンにはなれませんでしたけども、でも世界チャンピオンなら誰もが目指す初リングっていうところにはたどり着きました。私はもうこれで十分です。今度は別の夢に向かってこの2024年を使っていこうかと思いますね。そしてその夢を掴むか掴めないかは分かりませんけども、向かう以上は何かが絶対に残ると思うんですよ。そんな人生を H2 クラブの皆さんも歩めることを切に願っております。それではね、今回の動画は以上です。皆さん、またお会いできる時までお楽しみに。いってらっしゃい。